照明に火が灯りましたナイトゲームの横浜スタジアムです。セリーグ公式戦、横浜 DeNA ベイスターズ対東京ヤクルトスワローズの24回戦です。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤バッテリーにとって大事なことって何でしょうか。まあとにかくイニングの先頭バッターを出さないようにして、序盤の展開をコントロールしたいですよね。なるほど、序盤コントロールできるのはどちらでしょうか。まずはベイスターズの先発石田が横浜スタジアムのマウンドに上がります。さあスワローズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。スワローズの攻撃は1番センター塩見、背番号9、はい、初球ボール。チェンジアップ空振りです。低めの球ストライク、ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか。高め打ちました。切れました、ファールボール。ファールボールの行方にはくれぐれもご注意ください。これはデッドボールということになります。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターは長岡、そして塁上には塩見。まあ盗塁の警戒をしておいた方がいいでしょうね。さあここはスタートを切らせるんでしょうか。ファーストランナースタート、セーフ、盗塁成功。ここで盗塁を許してしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。これでワンヒットで先制ですから、もう少しランナーを警戒しておきたかったですよね。やはり走力というのは大きな戦力ということですね。まあそうですよね、そういった機動力を重視したチームがね、増えている印象はありますよね。そうですね。さあここをインサイド、落ちました。強い打球、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。低め見ました、ボールです。バッターの長岡、今シーズン得点圏での打率は2割4分4厘となっています。これは見送ってボール、バッター粘ってフルカウントまで持ってきました。7球目は何で来るか、外れてフォアボール。もうちょっと際どいところに投げたかったですね。はい、ここは気持ちを切り替えて次のバッターをしっかり抑えたいところ。ここはゴロを出したいですよね。なるほど、そういった攻め方をしていけるかどうか。初球から積極的に振ってきました。2球目は何で来るか。2球目打ちました。この当たりはどうか。セカンドランナー三塁を回った。セカンドランナーホームイン。スワローズ1点を先制しました。鮮やかなタイムリーヒット、1対0。序盤から先手を取られています。4番バッター村上、ベイスターズこの回1点を失っています。さあ先制点を奪われてなおも得点圏にランナーを背負います。
相手打線が勢いづいてきてるんで、これ以上乗せないように食い止めないといけませんね。そうですね、ここで切っておきたいところ。ノーボールワンストライクです。併殺狙い、インコースに攻めてきました。非常にブレーキが効いたボールです。里崎さん、ゲッツーを狙うときはどういうリードをするんでしょうか。まあインコースを詰まらせるか、もしくはアウトコースを泳がせるか、まあどちらかでゲッツーを狙いたいですよね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。引っ張った、打球が伸びている、伸びてフェンス直撃、ホームに送球する、セカンドランナーホームイン、スワローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、2対0になりました。ベイスターズなおも三塁一塁のピンチです。ここまでで踏みとどまりたいですよね。さあこの場面で打席には5番のオスナが入っています。三振を取りたい場面ですよね、ここは。そうですね。最初は変化球できました。ボールになります。あっと真ん中決まった。キレがありますよね。なるほど。追い込んだんで三振を狙っていきたいですよね。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。掘ってワンアウトです。サードランナータッチアップ。さあそして打席には青木が入っています。さあアウトカウントが一つ増えましたが、まだピンチは出していません。まあこのまま抑え切って攻撃陣の奮起につなげたいですね。なるほど、そうですよね。インコース詰まりました。さあそしてバッターボックスには坂口が入ります。さあ2アウトにはなりましたが、ピンチは続きます。まあここはこのまましのぎ切って味方の反撃を待ちたいですよね。なるほど、そうですね。いいコースへ投げ込んでいきます。これが2球目。牽制がうまいピッチャーだけに、ここはランナー走ってきませんでした。切りました。ファールボールです。落ちるボールです。これもファウル。今のはストレートに遅れてる感じでしたよね。アウトコース打ちました。大和が掴んで3アウトです。しかしこの回スワローズ鮮やかな攻撃で先に点を取りました。2対0、スワローズ先制です。変わりまして1回の裏ベイスターズの攻撃です。スワローズのピッチャー、ベイスターズはご覧のようなオーダーとなっています。キャッチャー中村、一方守りますスワローズはご覧のような守備陣です。セカンド山田、サード村上、
スワローズマウンドに上がるのは先発の高橋。さあベイスターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。さあバッターは桑原。この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。初球打ち、これはどうか、センター掴んでワンアウト。バッターは2番に入っている太田。ここのところ当たりが出ていません。高橋、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ初球は何か、インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。バッターは3番佐野。好調の今シーズン、現在セリーグの首位打者です。ツーアウトになっています。この回のベイスターズ打線ですが2球でアウト、あっという間にツーアウトです。ちょっと簡単に打ち取られすぎてますかね。はい、アウトコースボール。さあ2球目は何か、低め見送りました。ストライクです。次が3球目、痛烈、これは1・2塁間を破る。ランナー出ました、 DeNA ベイスターズです。2アウトランナー1塁。最初は変化球できました。改めてお聞きしますが、バッターの外、どういうバッティングをしてくるバッターなんでしょう。そうですね、まあランナーがいると打ち方が変わる場合もありますけど、基本的にはホームランを狙って思い切ったスイングをしてくるバッターですよね。なるほど、ここはどういうバッティングをするんでしょうか。アウトコース打ちました。一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。ランナー出ましたがベイスターズ得点には至りませんでした。1回終わって2対0ヤクルトスワローズがリードしています。2回の表スワローズの攻撃、バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている中村。昨日のゲームでは猛打賞を記録しています。いやー、固め打ちでしたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。さてベイスターズの先発は石田、今日が22試合目の登板です。前回の登板は5回3分の1を投げて自責点5、勝敗はつきませんでした。落ちる球、インサイド落ちました。レフトライナー掴んで、まずワンアウトです。ピッチャーに打順が回って先発の高橋がバッターボックスに入ります。まあ少し不安な球種とかをここで試してみてもいいかもしれませんね。そうですね。初球は際どいところに来ました。ストライクです。ボールになります。低めの際どいところですが外れています。これが4球目。
アウトローを外れます。打ちました。サード取った。ツーアウトになりました。打順はトップに帰って塩見。先ほどの打席はデッドボールでした。ツーアウトランナーありません。緩いボール決まりました。インサイド変化球外れます。次のボールは甘くなったら手を出してくるでしょうね。なるほど。さあどう来るか。いいコースでしたけどね。はい。外のストレートわずかに外れてボール。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。次が5球目。ファウルになります。これはいけません。デッドボールです。さあ一塁には追加点のランナー。バッターボックスには長岡、そして塁上には塩見。走ってきた。キャッチャー送球して、この場面で盗塁を決められてしまいました。まあ走ってくるのは分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。もう少し警戒しておきたかったですよね。いや2球目打ちました。ここは打ち上げています。外が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。2対0、ヤクルトスワローズがリードしています。2回の裏追いかけるベイスターズの攻撃。打順は5番宮崎。昨日はマルチ安打を記録しています。ベイスターズビハインドで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずは塁上を埋めていきたいですね。まあ早い段階で差を詰めておきたいですから、丁寧につないでいきたいですよね。そうですね。ボールになります。ボール先行です。変化球タイミング合いません。緩いボールを持ってきました。ファールボール。高めのボール、打球は右中間へ。ライト取りました。ワンアウトです。6番バッター山田、まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました。
次が2球目。高めスライダー外れました。ボール先行です。低め落ちるボール決まりました。低めはこれは入っていました。2ボール2ストライクです。アウトロー見送ってボール。3ボール2ストライク。さあこれで決まるのか。打ちました。セカンド取る。アウト。ツーアウト。バッターは7番に入っている伊藤。2試合当たりが出ていません。ツーアウトランナーありません。初球打ち。このフライは切れました。ファールボール。よく見極めましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。3球目は何で来るか。3球目見送っています。ボール。インハイ空振り。窮屈なスイングになりました。2ボール2ストライクと追い込んでいます。膝元をつきましたが外れました。3ボール2ストライクです。見逃し三振。スリーアウト。チェンジ。反撃したいベイスターズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2回終わって2対0ヤクルトスワローズがリードしています。今画面に出ているのが先ほどの球です。アウトコース見送っています。緩いボールできました。ボール先行です。アウトロー空振り。まあここは厳しいところでストライクを取らないといけませんよね。なるほど。さあ何を選択してくるか。空振りになります。3ボール2ストライクとフルカウントとなりました。
バッターレフトへ打球伸びる、レフト掴んでワンアウト。バッターボックスは4番村上、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、今度は抑えないといけませんよね。そうですね。石田、まずは先頭バッターを打ち取っています。低めはボール。インロー、見極めています。低めの変化球は外れました。5球目は何で来るか。打ちました。ボテボテ。ショート前に来る、前に来る。これで2試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー1塁となりました。一塁牽制、一塁はセーフ。まあ走ってくる可能性も考えた方がいいでしょうね。はい、初球ランナーは動きませんでした。ここはゴロを打たせてゲッツーを取りたいですね。なるほど。さあ、そういった配球で攻めてくるのか。牽制の上手いピッチャーですから要注意ですよね。ああ、そうですね。低めボール。打ちました。これはショートの左抜けました。ベイスターズピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。インサイド落ちました。これはスタンドへ入りそうで切りました。ファールボールです。緩急をうまく使ってきますピッチャーの石田。ボール、高めの変化球は見送ります。外れましたけどいいボールでしたね。はい、低めわずかに外れてボール。次はカットボールを今と同じところに投げてゴロを打たせたいですよね。なるほど。空振り三振、ここは投げ勝ちました。まあここは2アウトになったんでだいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振で2アウトとなっています。初球打ち、ここはフライになっています。取って3アウトです。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。2対0、ヤクルトスワローズがリードしています。赤星さん、今日のボールなんですが相当切れてるんじゃないですかね。そうなんですよね。バッターからするとまっすぐを待って打ちに行っていると思うんですが、でも分かってても空振りをするということはスピードよりもかなり速く感じてると思うんですよ。なるほど、本当にいいボール行っているようです。打ちました。山田アウト、ワンアウト。
次はピッチャーの打順ですが、先発の石田がバッターボックスです。打ってやろうという意欲は見せてほしいですね。そうですね。初球は何で来るか。アウトコースボール。ファウルになります。インコースボール。タイミングややずれています。2ストライク2ボールと追い込んでいます。振っていきましたが三振。2アウトになっています。打順は1番に帰ります。バッター桑原、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はいい当たりだったんですけどね。タイミングは取れてるんで期待していいと思いますね。期待しましょう。2アウトランナーありません。2球目は何で来るか。インコース外れてボール。これが3球目。インハイ決まります。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。外外れてボール。インコースボール。スリーボールツーストライク。フルカウントになっています。ここはもう腹を決めて打つにしても見送るにしても思い切っていってほしいですね。なるほど。いいや、センターに抜けました。これで10試合連続安打。ツーアウトランナー1塁。1塁牽制セーフ。まず何を投げてくるか。インサイド見送っています。一塁ランナーはそのままです。ランナースタート。キャッチャー二塁送球する。タッチアウト。盗塁失敗。仕掛けていったんですがスチール成功とはなりませんでした。いやー、これは残念でしたね。この回ベイスターズ結局3人で攻撃を終えています。3回終了2対0、ヤクルトスワローズがリードしています。回は4回の表、スワローズの攻撃。バッターボックスは8番中村。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。先ほどアウトになりましたけど、あわやというような当たりでしたからね。ここはと警戒しておきたいですよね。はい、そうですね。ベイスターズビハインドで迎える4回です。さあ里崎さん、これ以上離されると厳しいですからしっかり抑えていきたいですよね。まあこれ以上の失点はね、チームも自分も苦しくなりますよね。粘りの投球ができるんでしょうか。さあ3球目は何か。
印籠を見送っています。さあ4球目は何か。力のあるストレートですよね。外のストレート空振り、力のあるボールでした。ツーボールツーストライクです。これが5球目。低めフルカウントです。これはバット出ず三振です。まず一つアウトを取りました。ピッチャーに打順が回って先発の高橋が打席に入ります。ピッチャーの打席ですからしっかりアウトを稼ぎたいですよね。そうですね。最初は変化球できました。ボールになります。これが2球目。ストライクになります。次が3球目。アウトコース打ちました。一塁送球します。ツーアウトになりました。打順はトップに帰って塩見。先ほどの打席はデッドボールでした。ツーアウトランナーありません。高めのボール、打球は切れてスタンドへ入りそうだ。低め見送っています。ここはバッターが狙いを絞ってくるでしょうね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。外れてボール。またファウル。三振。スリーアウトチェンジ。この回スワローズ3人で攻撃を終えています。2対0、ヤクルトスワローズがリードしています。DeNA ベイスターズ4回裏の攻撃になります。打席には2番バッター太田。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席はヒットになってましたないような当たりでしたよね。バットは触れてるんで今度は何とかしたいですよね。期待しましょう。ベイスターズビハインドで迎える4回の攻撃です。さあ赤星さん、まずは出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面ですね。そうですね。まあこの辺りから詰めていかないとだんだん後がなくなってきますからね。そうですね。3球目は何で来るか。この低いボールは外れます。外れました。ボールです。来ましたね。いいクロスファイアーですよね。インローを指にかかったストレートで空振り。スリーボールツーストライク。さあ6球目は何か。打ちました。これはどうか。
センターへ抜ける。先頭バッター出ました。ベイスターズノーアウトランナー一塁です。アウトコース空振りです。相手バッテリーはゲッツーを狙ってくると思うんで、そういうボールには気をつけたいですよね。なるほど、そうですね。これは低いところに持ってきました。そうですよね、最高の結果を出してきましたよね。ここで追いつきました。この後どんな展開を見せるんでしょうか。バッターボックス外、ベイスターズホームランで同点としています。赤星さん、ここはもう1点得点が欲しいところですよね。まあそうですね、この勢いそのままにつないでいきたいですよね。ええ、さあ続いていきたい。ボールになります。ボール先行です。ストレート外れました。ストライクが入りません。打ちました。長岡アウト、ワンアウトです。バッターボックス宮崎、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ワンアウトランナーありません。まず打ちをついてきました。さあ2球目は何か。空振り。これが3球目。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。ボールになります。低め外れました。スリーボールツーストライクです。に当たりません。三振。2アウトになりました。6番バッター大和、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ベイスターズこの回同点となるツーランホームランが出ています。際どいコースに送ってストライク。
れていきます。ファウル。アウトコース外れます。ボールになります。見逃して三振になります。スリーアウトチェンジ。しかしこの回ベイスターズ貴重な得点が入りました。4回終了2対2、ベイスターズ同点に追いつきました。里崎さん、中盤に差し掛かって同点です。この後の展開、どのようなところがポイントになってきますか？次にどちらのチームが1点取るか、そこが一番の注目ポイントですよね。そうですね。次の点、どちらに入るんでしょうか？ここもファウルです。ボールになります。次が4球目。変化球空振り。ワンアウトです。バッターボックス山田、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。前の打席はちょっとヒヤッとするような大きな当たりでしたよね。ここは慎重に行くべきでしょうね。そうですね。石田、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上ピッチャーちょっと疲れてきたか。里崎さん、どうでしょうかね。まあ若干ではありますけどね、疲労が見て取れるような感じはありますね。なるほど。さあ継投のタイミングはいつになってくるでしょうか。変化球高めいっぱい、ストライクです。インサイド落ちました。切れました。ファールボール。見逃し三振。最後はインハイ、これには手が出ませんでした。バッターは4番村上。今日はここまでマルチ安打を記録しています。そろそろ抑えておかないと手がつけられなくなりそうな気がしますね。そうですね。ツーアウトランナーありません。ピッチャーちょっとスタミナがどうでしょうか。なくなってきたようです。これもファウル。あー、いいボールでしたけどね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。次は勝負ですね。決め球をいいところに投げれるかどうかですね。なるほど、そうですか。またファウル。いやー、打ち損じてくれて助かりましたよね。はい、そうですね。チェンジアップは入りません。ここもファールです。ボールになります。スリーボールツーストライクとフルカウントとなりました。さあこれで決まるのか。これもファウル。打ちました。この打球はフライになっています。伊藤が掴んでスリーアウトです。
この回スワローズ三者凡退です。2対2同点です。赤星さん、中盤に差し掛かって同点です。この後の展開、どのようなところがポイントになってきますか？まあこういう展開だと一つのミスが勝敗を左右することが多いですから、慎重にいってもらいたいですよね。そうですよね。ミスが命取りになります。次が2球目。これはバットが泳ぎます。高めのボール打ちました。右中間へ打球伸びる。ライトが取りました。バッターボックス峰井、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはベイスターズが石田、そしてスワローズが高橋、この2人の投げ合いとなっています。スライダーは見送ってボール。ボールになります。4球目は何で来るか。引っ張った。村上アウト、ツーアウト。バッターボックスには代打の関根。さあ赤星さん、ここは何を期待されますか？まあランナーいませんから、ここは当然出塁することを考えなくてはいけませんね。そうですね、この起用に応えたい。インコース空振り、非常に窮屈なスイングになりました。このカウントは甘い球だけでなく、少しゾーンを広げて待っている感じでしょうね。なるほど、そうですか。変化球タイミング合いません。ワンボールツーストライクです。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。山田が抑えてスリーアウトチェンジです。この回ベイスターズ3人で攻撃を終えています。5回終わって2対2同点です。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。まずは1回の表、一打先制のピンチ、迎えるは3番山田。甘い球をきっちり弾き返しました。ベイスターズ先制点を奪われます。さらに続きます。ノーアウト1、2塁のピンチ、4番バッター村上、追い込まれてからのタイムリー。ベイスターズ1点を追加されます。4回の裏、ランナー1塁から3番佐野、ツーランホームラン。ベイスターズ一振りで同点とします。5回の表、三者連続三振、次々と三振に切って取ります。これから6回スワローズの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。エスコバーが2番手としてコールされています。緊迫感のある中での登板となりました。6回の表、スワローズ
高め、空振りです。ボールになります。低め空振り、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあ勝負してくるのか。高めの変化球は決まりません。さあ次のボールが勝負ですね。はい、ツーボールツーストライクです。外への変化球は決まりません。スリーボールツーストライク、フルカウントになっています。見逃して三振になります。まず一つアウトを取りました。バッターボックスは6番青木。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ワンアウトランナーありません。さてこのところのスワローズですがここまで2連勝。力のあるストレートですよね。インコース伸びのあるストレートで空振りを取ります。154キロ。低めの球ストライク、ワンボールツーストライクです。際どいところ、これはボールになります。打ちました。ここはフライになっています。掴んでツーアウトです。バッターは7番坂口。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトになっています。高め打ちました。ショートの横抜けた。坂口ヒットが出ました。ツーアウトランナー1塁。ここは初球を狙われた形になりました。打席には8番バッター中村。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。まあ前の打席はいいリードでしたよね。まあですから今度はバッターが何を狙ってくるかですよね。そうですね。ヒットでランナーを一塁に置いています。2球目は何で来るか。低めの際どいところですが外れています。ボール先行です。外への変化球外れました。ストライクが入りません。ここは1球見ました。さあ5球目は何か。打ちました。高いバウンド取った。一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトです。ランナー出ましたがスワローズ得点には至りませんでした。2対2同点です。6回の裏 DeNA ベイスターズ打順よく1番から始まります。桑原がバッターボックスに入ります。さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。ええ、今日はバットが振れてる。高めのボールセンターに抜ける。これでマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。いやナイスバッティングですね。うまくバットが出てましたよね。
バッターボックスには代打の柴田。ヒットでランナーを一塁に置いています。ピッチャーが取る。アウト。ワンアウト。送ってきました。送りバント成功です。ワンアウトランナー二塁となりました。赤星さん、この佐野、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。そうですね、左ピッチャーを苦手にし、変化球打った、抜けた、セカンドランナー帰れば勝ち越し、レフト前ヒット。これで3打数3安打の猛打賞。そして打席には外が入っています。さあチャンスが続いていきます。ここで勝ち越せればその後の展開も楽になってきますね。なるほど、そうですよね。バッターボックスの外、今シーズンの得点圏打率は3割飛んで4厘となっています。いい数字ですね。勝負強い4番バッターですよね。ここも勝負強さを発揮してくれると思いますね。ああそうですか。際どかったですよね。これが4球目。かなり振り遅れましたよね。変化球を待ってたんでしょうね。平行カウント。今のは手が出てもおかしくないボールでしたけど、よく見極めましたよね。外の変化球わずかに外れました。これでフルカウント。里崎さん、犠牲フライを防ぐ。空振り三振。前にボールを飛ばせません。最後も遅い球にタイミングが合いませんでした。ランナー三塁一塁は変わりません。今のはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。まあでもまだ得点圏にランナーを置いてますから、ここで点を取っておくことが大事ですね。そうですね。さあそしてこのチャンスで打席には5番の宮崎が入っています。釣り球、しかし誘いには乗りません。変化球を狙ってたんでしょうね。そうですね。スライダーで攻めてきます。ツーストライクと追い込んでいます。ここはストライクはもちろん、際どいボールも手を出していかないといけませんよね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。ストレート打った、ダイビングキャッチ、いいプレーを見せました。これで3アウト。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。ベイスターズ2者残塁です。ため息に包まれた横浜スタジアム、6回終了、2対2、同点です。ベイスターズ選手の交代をお知らせいたします。ただいまの回代打いたしました、柴田。里崎さん、試合も終盤に差し掛かって同点です。これは面白い展開になってきましたね。まあそうですね、終盤ですから、それだけにこの辺りで1点入ると非常に大きいですよね。はい、
1点の重みが大きい終盤となっています。インサイド落ちました。これはどうだ、アウト、ワンアウトです。打順は1番に帰ります。バッター塩見、今日は盗塁を2つ決めています。エスコバー、まずは先頭バッターを打ち取っています。切れていきます、ファウル。さあ3球目は何か、ストレートはわずかに外れました。膝元をつきましたが外れました。高めいっぱいに決まります。フルカウントです。次が6球目、打ちました。レフトに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びて打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。これで4試合連続安打、ワンアウトランナー2塁となりました。ここはうまく引っ張られてツーベースヒットとされています。まあこれはいいピッチングされましたね。バッターボックスには代打のサンタナ。里崎さん、重要な場面となりましたね。まあそうですね、相手ベンチもカードを切ってきているわけですから、ここを抑えるかどうか重要ですよね。そうですね、さあしっかり抑えていきたい。打ち上げた、スタンド、ファウルボール。これが2球目、センターへ、これは上がりすぎ、ここはフライになっています。しかしこれはセンターの守備範囲、セカンドランナースタート、ツーアウトランナー3塁とかあります。ランナー進めてきましたね。さあこの場面でバッターボックスには3番の山田が入っています。バッターの山田、今シーズン得点圏での打率は2割飛んで1厘となっています。次が3球目、外の低め見極めます。154キロのストレートが出ました。さあ4球目は何か、高めのボール打っていった、高い打球になった、掴んでスリーアウト、勝ち越しは許しませんでした。さあご覧ください、先ほどのプレーになります。勝ち越しのチャンスがあったスワローズですが、そのチャンスを生かせませんでした。2対2同点です。さあそしてここからはラッキーセブン、ベイスターズの攻撃に入ります。選手の交代をお知らせいたします。ただいまの回に代打いたしましたサンタナ。赤星さん、こういった状況ですから先に点を取って勝ち越した方に一気に流れが傾いてしまうということもあるんでしょうか。もちろんそうですよね。ですからここでの1点はかなり大きいと思いますね。はい、次の1点がどちらに入るのか注目です。低め、ノーボールツーストライク。打ちました、痛烈、これは破りました、センター前。
大和ヒットが出ます。ノーアウトランナー一塁です。厳しいコースだったんですがうまく打ち返しました。やっぱりねバットコントロールがものすごくいいですよね。さあここでベイスターズダイソーを送ります。ファーストランナーは森、長打でランナーが帰れば勝ち越しです。バントしました。左方向へ転がした。こういうバントはきっちり決めておきたいですよね。難しいボールでもなかったですからね。そうですね。ここはゴロを打たせるようなボールには送ってきた。あーっと上げてしまった。決めることはできませんでした。ワンアウトランナー一塁となりました。初球は何から入ってくるか。キャッチャーは二塁へ。ナイス、セーフ。盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。これで勝ち越しにぐっと近づきましたよね。変化球打った。高いバウンド。一塁へ。一塁アウト。ツーアウトランナー。バッターボックスには代打の伊藤。大歓声を背に打席に立ちます。いやー加星さん、ここは期待のかかる場面になりました。まあプレッシャーはあるとは思いますけど、ここを打てるかどうかで展開が変わってきますからね。そうですよね。さあランナーを返すことに集中したいところです。外の球打った。ボテボテのピッチャーゴロ。一塁アウトでスリーアウト。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。勝ち越しのチャンスがあったベイスターズですが、そのチャンスを生かせませんでした。7回終わって2対2同点です。これから8回スワローズの攻撃です。そしてベイスターズはピッチャーが変わります。背番号13伊勢が3番手としてマウンドに上がります。接戦の中でのリリーフ登板です。初球は際どいところに来ました。ストライクです。スピードボールを持っています。2球目打ちました。この打球はフライになっています。柴田が抑えています。ワンアウト。バッターは5番オスナ。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきは最後うまく裏をかいた感じでしたよね。そうですね。ワンアウトランナーなしです。アウトコース外れました。打ちました。取りました。一塁そのまま入ってアウト。バッターボックス青木。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。初球ボール。外低めのボール。引っ張った。ファーストが取る。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。この回スワローズ三者凡退です。2対2同点です。8回の裏ベイスターズの攻撃です。そしてスワローズはピッチャーが変わります。背番号17清水が2番手としてマウンドに上がります。接戦の中でのリリーフ登板です。さあマウンドに上がったのは清水。連日の登板となりました。
さあ赤星さん、この相手をどう打ち崩していくかですよね。そうですね、まずは先頭バッターから足がかりを作っていきたいですよね。この回の攻撃に期待しましょう。真ん中打ちました、センターに抜けました。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。ここはうまく打ち返して出塁していきました。まあ甘い球は見逃さないですよね。さあノーアウトで貴重な勝ち越しのランナーを置いています。バッターは柴田。まあここは送っていってを狙いに行ってもいいかもしれませんね。なるほど、そうですか。送りバントだ、三塁方向、一塁送球、一塁アウト、きっちりと送ってきました。ワンアウトランナー二塁です。バッターは3番佐野、ランナーを進めています。さあベイスターズ勝ち越しのチャンスを迎えています。さあまず1球目、これはタイミング合いません。外れています。よく見ましたね。外れました、スリーボールになりました。ここで勝ち越し成功です。そうですね、本当に勝負強いですよね。ここで勝ち越しに成功、このまま流れを保っていけるんでしょうか。さあここでベイスターズダイソーを送ります。上里がセカンドランナーに入ります。さあそしてバッターボックスには外が入ります。さあチャンスが続きます。ここでダメ押ししておきたいですよね。なるほど、そうですね。見送ってボール。牽制します、タッチもセーフ。これはどうか、ぐんぐん伸びる。ツーボールツーストライクです。低め外れています、フルカウントになります。試合連続安打、これでサードまでランナーが進みました。逆らわずにね、ナイスバッティングだったと思いますね。さあそして打席には宮崎が入っています。さあなおもチャンスの場面、ここでダメ押ししておきたいですよね。なるほど、そうですよね。
まあここはクリーンアップですから最低でも犠牲フライという感じでしょうね。そうですよね。さあクリーンアップらしいバッティングを期待しましょう。バッターボックスの宮崎、今シーズンの得点圏打率は1割7分6厘となっています。クリーンアップなんでこの得点圏打率はちょっと厳しいですよね。ええ、まあここはクリーンアップとしての意地を見せてほしいですよね。はい、期待しましょう。今のは危ないボールでしたよね。ここは絶対抑えたい場面です。ホームランが出て突き放します。まあそうですね、この流れでできる限り点差を離したいですね。残されたイニングはあとわずか、決定的な追加点となりそうです。バッターはダイソーから起用されている森。ベイスターズホームランで得点を挙げています。これが1球目。手が滑ったでしょうか。さあ2球目は何か。低めの球。3球目は何で来るか。胸元へ決めてきました。ストライクです。ワンボールツーストライクです。切れていきます。ファウル、ボールになります。低めに外れてボール。スリーボールツーストライク。さあこれで決まるのか。見逃して三振です。ツーアウトになっています。ピッチャーの状態なんですがやや疲れを感じているのかもしれません。打席には7番バッター伊藤。今日はまだ当たりがありません。ここはさっきの失敗を挽回しておきたいですよね。そうですよね。ベイスターズこの回7人目のバッターになります。際どかったですよね。はい、変化球わずかに外れてボール。ボール先行です。これが3球目。入れてきました。147キロ。今のは危ないボールでしたよね。ツーボールツーストライクです。3アウトチェンジ。しかしこの回ベイスターズ貴重な得点が入りました。8回終わって6対2、ベイスターズが勝ち越しに成功しています。これから9回スワローズの攻撃です。一方ベイスターズはピッチャーが変わります。背番号19山崎が4番手としてマウンドに上がります。最後の締めを任されました。
里崎さん、最終回のマウンドに立つというのはやはり緊張感が違うものなんですかね。まあそうですね、かなりプレッシャー。インサイド、打球は左中間へ、レフトが取りました。ワンアウトです。打順は8番、中村。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーなし。打ちました。セカンドが取る。ツーアウトになりました。バッターボックスには代打の川端。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。そうですね、まあ落ち着いてしっかりと最後のアウトを取ってほしいですよね。はい、さあ最後のバッターになるでしょうか。初球甘いコース、バットが出ませんでした。低めボール。さあ3球目は何か。ファウルになります。この球は外れています。インサイド落ちました。切りました。ファウルボールです。アウトロー外れます。3ボール2ストライクです。これが7球目。見逃して三振です。試合終了。試合を制したのは DeNA ベイスターズです。里崎さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないでしょうか。まあそうですね、今日は理想的な展開でゲームを進めることができましたから、チームとしてもいい勝利でしたね。そうですね、非常に大きな一勝となりそうです。勝った DeNA ベイスターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のヤクルトスワローズですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはDeNA ベイスターズが見事勝利を収めています。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで横浜スタジアムから失礼いたします。足元には十分お気をつけてお帰りくださいませ。